ピオラフルスロットルコンソメプラスボーカルもみです。ベース石井です。ギターツッチーです。サードーク、はい、始まりました。こちらの番組は、テーマを一つ決めて3人であれこれ話し合おうという番組でございます。はい、本日のテーマはもみから、誰かに言われてトラウマになってること。トラウマ、これ妄想できる？そんなヤバいネタある？いや、まあまあどうだろう。でも萌実からじゃあその私はでもエッシーと音楽を始めて、はいはいはい、もう10年以上そうですね経つんですけど、うんうん、私なんかライブ行く時とかね、車で行ってた、はい、大阪で活動してた時、はいはいはい、で全基本的に車 で, バンドの車で、ね、そうそう移動してて、はい、でなんかもう家から出てもう次の前まで来てもらって、うん、それに乗ってライブハウス行くみたいな感じだったけど、はい、あのまあドスッピンでこう乗って後ろにバーンって乗ったら、はい、なんか石が私のすっぴん見て、はいはい、お前なんかジャガイモみたいやなって言ってでどんな言ったえと思って、うん、あ私のすっぴんってジャガイモみたいなんやって思って、うん、それから、うん、いやまあそのすっぴんでいる時もあるけど、うん、全然あるやん。その度に、うん、だからすごい、あ、今私見せたらあかんもんなんやっていうのをすごいその時にすごい植え付けられた。結構あれもうずっと褒め言葉やで。何やねん、なかなかじゃない。全然そんなに合っちゃうかった。お前なんかのジャガイモみたいだなって。だって好きやし、ジャガイモ。俺ポテトもよく食べるし。あ、じゃ捉え方の問題やった。そうそうそう。捉え方の問題やと思う。なんか全然褒めてなかった。野生的でたくましいなみたいな。それも嬉しくないわ。なんで嬉しくないわ。そうか、なるほどね。それがトラウマです。はい、どっちを僕は、はい、まあ、ちょっとニュアンスが違うかもしれないですけど、うん、小学生の時自転車でちょっとマウンテンバイクごっこするのが流行ってたりとかって、はい、あの山で結構まだオフロードを走るみたいな、普通のチャリンコで、はいはいはい、そのオフロードじゃなくて普通のチャリンコで山道とか走、あのるのがちょっと流行ってた時期があって、はい、友達3人くらいでやってたんですけど、その時にまあ一人ずつちょっと危険なコースをやってたんですけど、おお行けた行けたみたいなやってて、はい、で一人がやばいっつって俺の顔を見てそのまま下に落ちてってやってはいはいはい、はい、ちょっとニュアンス違うかもしれないですけど、あの時俺はちょっと子供ながらってなって、あ、まあ、大丈夫だったんですけどね彼は。その時のやばいっていう絶望した顔と目が合った時のあの表情がちょっと忘れなくて、ああ、なるほどね、そういうタイプのあのトラウマがあります。あ、もうじゃあ映像内なるほどね。俺はね、結構人生で今まで何度か軟禁されてるんですよ。だから軟禁されんのが嫌です。全然、何でかも分からんし、よく分からん。トラウマっていうか、うん、軟禁されてすごい理不尽なことをめっちゃ言われるっていう、うん、そうそうそう。だから中学の時とかも学校の先生に、うん、あの卒業、俺が2年生の時に3年生の卒業式ですごい仲良かった先輩が最後卒業式終わって門まで歩くんですよ、うん、そこを父兄とかがこう周りを花道作って、はいはいはい、でそれを一緒に俺ら卒業式行ってたから、そして仲良い先輩がお前らも来いよって言われて先輩たちにこうやって連れられて一緒に仲良く出て行ったんですよ、うん、でそれを写真撮ってる写真があったみたいで、うん、すごい微笑ましいでしょ。そしたらそれを見たその担任の先生が、うん、俺の教え子と俺の最後の大切な時間になんでお前が映ってんやって言われて、うん、あの職員室の裏の管理人しか入れない奥の畳の部屋に密室に閉じ込められて1時間半ぐらい怒鳴られ続けた。意味わからへん、俺何に謝ったらいいかもわからへんし、はぁみたいな、どうねん、いやっていうのをやられたりとかが結構多くて、あの結構多くて、はい、こういう話しだしたら多分この番組終わらないぐらいいっぱいあるんですけ どだからやです。ありがとうございます。コンソメプラスの動画見てくれてありがとう。新しい CD が出ました、はい、ミュージックビデオがあります。こっちすぐクリック。そしてコンソメプラスの他の動画はこちらからクリックしてみてください。もちろんチャンネル登録もしてね。ありがとうございました。バイバーイ。